怪獣版オカメニスト。あ、すごい。あ、すごい似合う。似合う。めっちゃ似合う。え、待ってください。どうも、今回は特別に男性ボーカリストの橋本美穂に来てもらいました。日本初じゃないですか、ダンス。芸能界ではそうです、初めて。おすごい。まずは、下着はブリーフ派ですか。そういう感じで、はい。すみません。歌王子してます。何オクターブぐらいまで言うの、はい、2オクターブよりもちょっと上ぐらいですかね。はい。最高線で本当でした今の。いや、いい感じです。顔から出てくる感じが素晴らしい。 ありがとうございます。この振り耐えましたね。すごいですね。ウェルカム。すごい。歌王子、お肌が白くて全然毛穴レスなんですよね。毛穴レスですね。洗顔だけですか。元からです。元から色白同じ。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歌姫って言われるんじゃないですか。え、橋本にそうに殿です。姫と殿に殿か。聞かれたことないやつ、いきますよ。好きな味噌汁の具は何ですか。全然何にも聞かれたことないでしょ。味噌汁で隣の見ます。そうなんですね。なるほど。麺類とかはどうですか。麺好き。お肉が一番好き。お肉が好き。なるほど。お酒は飲むんですか。お酒は飲みません。設定上だから飲まないです。設定とか言うよりやめてください。あ、すいません。三宅さんは何オクターブぐらい。私は3オクターブです。おお、すごい。聞いてみたい。じゃあ対決しますか。対決しよう。よし、はい、行きますよ。じゃあ行きますよ。せーの。いいですか今の。すごいすごい。うわ、すごい。ではもう、ね。おお。今日先明けですか。ただことない質問つけたいですけど、うん、料理とかされるんですか。はい、料理して食べる専門。食べる専門。むけないぐらい食べる。おすごい、こんなに。でもめちゃくちゃ欲しい。みんないっぱい食べるんじゃないか。でもやっぱ肺活量とか使うからカロリー消費するね。あまり、あ、うん、なんか普段のお洋服って、はい、なんかパンツ派ですかスカート派ですか。パンツ派です。おパンツでもこう蹴りが。あ、そう、蹴り。自衛隊の大会でもね、あのね、海上自衛隊で優勝して、ね、めちゃめちゃ強いじゃないですか。すごい。これに寸止めしてもらいたいですね。ほっほっ、こういう感じ、こういう感じ、ちょっとお願いします。おいおおいおお、かっこいい。おおいおお、かっこいい。さすがです。いいですか、こんなで。ありがとうございます。いや、素晴らしい。毎日鏡とか見てやっぱり表情とかも練習する。そうですね、楽曲のイメージで自分のキャラクターを自分の中で設定してなりきって、どういう風に見えてるかっていうのはやっぱり客観的に見えるように練習してます。次三層と一緒に歌うあのスズメの戸締まりの曲は、私はつぐみちゃんであり、つぐみちゃんは私であり、同一人物のようにこう鏡のように私がされるように演じようと思って、そういうのがあのお客様に伝わったらいいなって思いながら、なるほど、自分たちの中で話し合って、これはね、見方変わりますよね。そうですね、このお話を聞いてもらってからもう一回見てもらいたいです ね、何が一番印象に残りましたか。絶対の音楽の、あ、さっきの見ててですか。忖度なしでいくと、あの中砲のやつですね。私もです、私もです。あのポケモンが、そうです、そうなんです。私たちが知らなくて、うん、おそらくそうですよね。そうですね。流行った曲で、うんうんうん、なんか聴いて、なんかグッワクワクしましたね。なんか時々、私はもう感動しちゃいました。はあはあ、チャンネルとかあったりするんですか。ホームページがありますので。おお、告知告知でございます。ホームページご覧ください。貼ってきます。URL を、はい、貼っておきますんで、見てください。見てください。最後もう一回声出して終わりますか。はい。せーの。怪獣版オカメニスト。すごい。あ、すごい似合う。
似合う。おめっちゃ似合う。やばい。ちょっとこんなイケメンイケジャやったんか。